尾野とゆうやのほのぼの夕焼けラジオ番外編です尾野ですゆうやです <laughs> 本編は毎週土曜日に配信していますがこちらは毎週水曜日に配信しています<っ>ちょっと早速なんですけれどもお,<い>お便りを紹介してもいいですかお願いします三鷹北野さんです<い>さゆりちゃんゆうたんスタッフの方々こんにちはこんにちは今日ポストを覗いたら 東京なのに見覚えのある中テレの封筒が<お>なんとハッピーソックスが届きました靴下にハッピーソックスってプリントされています <laughs> しかも小野アナのメッセージ付きこれ直筆ですよね同 <laughs> 封されていた当選ポップやメッセージにもハッピーな気分になりました これからもお二人の掛け合いが楽しいおゆらじ陰ながら応援していますということでようやく靴下が届きました <laughs> 大変大変お待たせしましたいつの話 <laughs> ねえ季節変わってますからね <laughs> 初夏でしたよねあれね、うん、よかった7月8日893 <9? S 1> か月 <laughs> お待たたたせいししま一し、えー、一人一人、ね、メッセージ書いたの<お>うんそれぞれその靴下に合うメッセージ書きました「ハッピーソックス」って書いてあるこのはいそれはあのそれを履くともうずっとハッピーでいられるよって <laughs> 書いた <laughs> ハッピーな気分になりましたね嬉しい届いた全部で5足をお送りしたんですかね多分ね 五足五六足,5足多分五足だと思うんだ、うん、これで皆さんリスナーのことは律儀で素晴らしいなと思ったのが「うん、靴下届きました」っていうお便りが。 五通来てます。すごい。すごいね。前回来ての。ええ、嬉しい。こっちはね、発送するの、もはや忘れてたと言っても過言ではないんですけれども。忘れてたわけじゃない。片方の片隅にはあったんですけどね。そう、なんか、ちょっと遅れちゃったけどね。申し訳ない。でも、皆さん。お待たせしました。だから、みんな欲しかった。全部紹介します。うん。はい。こちら、ゆうちょさん。はい。さよりちゃん、ゆうたん、こんにちは。こんにちは。 先日すっかり外れたと思っていた、さゆりちゃんの靴下が届きました。ね <laughs>、遅くなっまんですとっても嬉しいです。履かないで取っておこうかなと思いながら。うん、今は好きなものを入れておく箱に、ひとまず保管中です。<laughs> きゅん。履かずに今ね。履かないで。置いておいてるって。可愛、うん、い,い。可愛い,いね。履い、てください。<laughs> じゃあ次。はい。タコせんべいさん。さゆりちゃん、靴下が届きました。<laughs> 外れちゃったんだなと完全に諦めていましたが嬉しいサプライズありがとうございます同封のさゆりちゃんだらけの当選お知らせもさゆりちゃんからのメッセージもめちゃくちゃ嬉しいまだ靴下を履いていませんがルンルンですってことさゆりちゃんだらけのあ、すごいさゆりちゃん8人ぐらいいるねこれ送ったの知らなかった私すごいねよく買うの私だらけ うるさいね,ね顔がうるさいね見た目たし音しないのにうるさいね私が10匹くらいいますよ <laughs>、ね、ありがとうございますいだから逆に送るの遅くなったから、うん、外れちゃったんだなって完全に諦めていた <laughs> ところがどっこい届いてより嬉しいみたいな、ね、いありがとうございますよかったですよありがとうございますゃ、うん、じゃあ次いきますね、はい、おかゆさんはい こんにちは。昨日靴下届きました嬉しいです <laughs> 娘と外れたかなと話したり正直忘れかけていました <laughs> ごめんなさい娘が学校から帰ってきてそのことを話してみせるとあっ小野アナウンサーのガサ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 。見てミニーちゃんと喜んでいました <laughs> ねえミニーちゃんだたったんだ一言書いてあるのも見て、はい、優しいねと言っていました <laughs> <laughs> これからも親子で応援しています。嬉しい。ミニちゃん届いたんだ。ミニちゃん一番ね、あの、うん、デザインがすごいデザインになってて。うん。たくさん入ってください。嬉しいな。メッセージも書いたんだよ。優しいねって。<laughs> 優しいよ。うれ、ん、しいですね。うん、はい。まだありますからね。これ5つ目かな。すごい。皆さん送ってくださったんだ。はい、本当にもう本当、すごいよ。うん、申し訳ない、遅れて。なごみさん。 小野さん石井さんこんんこにちは,こんにちは靴下のプレゼントが届きましたののででお礼のメールです、うん、靴下が欲しくて募集があった時真っ先にメールをしたのでおそらく最初の2通のうちの1人だろうなもらえるといいな発想があるとしたら24時間テレビが終わって落ち着いてからなのかなと思いながら待っていたら <laughs> まさか靴下が小野さん宅のタンスの中から出てこなかったせいだとはとはいえ無事にいただけて嬉しかったです これを中テレのイベントの時に履いて、いつか小野さんに見せびらかしに行きたいです。と <laughs> いうことで。いいですね。はい、あのね本当に遅くなってすいません。でもあのたくさん履いてください。うん、ああなんだかだこんなにこう心から待っててくださった方がいるんだと思うと、なんでもっと早く送らなかったんだろうという気持ちにもなりますね。たくさん履いてボロボロになった靴下をぜひ。 三月の中てる祭りで、小野さんに店に来てください。うん、ね、うん、もう靴履かないで来てください。ね<え>。はい、靴下でね。寒い <laughs> よオ。三月だから。いやさ、あの今回その靴下を送ろうと思ったきっかけって。うん、あの靴下買いすぎて。なんか異常に靴下が増えちゃったから、みんなにじゃ。プレゼントしようって話だったじゃん。うん、そうですね。で、ようやく。送れたじゃん。はい。え、よかったと思って。で、タンスもさ、ちょっとこう。 綺麗になってもうちろんさ寂しいけど、うん、でもみんなの手に届いたの嬉しいななんて思ってたら、うん、あのこの間さうちの井上アナウンサーがね「小野、うん、さん」ってって「実家に帰ったんで」って「うん、あのー、お土産です」って言ってね <laughs> お土産もらったのよ、はい、え何かな?」って言って佐賀県滋賀県だっけ滋賀,滋賀県の出身でさ なんか言っても京都とかにも行っったんだって、うん、京都のお土産かななんて思って、うん、あー楽しみー八橋かなーなんて思ってさ中見たらさあの靴下だった <laughs> <laughs> また <laughs> ちなみにどんな <laughs> えっとね「クレヨンしんちゃん」の <laughs> 靴下がしかも一足じゃないです三足死が <laughs> 京都全く関係ないの、はい それはお土産なのかもうさでも嬉しかったうれしいね選んでくれたんだと思って嬉しかったんだけど人に靴下もらう嬉しいんだね発想した結構直後だったのよ直後でなんかこう「ああどうしても」ってちょっとすっきりしたと思ったら「靴下!」って言って「また靴下かい!」 小野さんは靴下から逃れることはできないんですよ。あーでもこれ履ける？可 <laughs> 愛い,いね。なんて言えばいいんだろうな。年長さんが履いてるようなデザインだね。<laughs> うん。違和感要素ゼロだわ。でもう一足はなんかね、いちごのイラストがたくさん入ってて。これは履けないね。くるぶしのあたりに。うん ウサギちゃんが書いてあるこれ孫にプレゼントしたいね <laughs> でも可愛いので、うん、あの、いただいたし使おうと思います <laughs> <laughs> それ履いてる小野さんちょっと勇気いるな、見るの <laughs> 明日,明日履いてくる。明日履いてくる。震えてます。という靴下エピソードでしたですよ。靴下ね。はい、あ,あのちょうど寒くなってきたからいいんじゃないですか。そうだね。うん、寝る時もね靴下履いた方がいいって言いますしね。はい、温まってください。はい さあそして番組では皆様からのメールを受け付けています番外編のトークテーマやラジオのダメ出しコーナーのアイディアなど何でも送ってきてくださいコーナーへの投稿はメールの件名にコーナー名をご明記くださいメールの宛先はすべて小文字で podcast.fct.jppodcast.fct.jp ですそしてあの「双葉ワールド」でね あのイベントがありましたけれども、はい、それであのツアーバスラジオを私たちやらせていただいたじゃないですか、うん、はい多分この配信でね今聞いてくださっている皆さんはどんなラジオだったんだろうって気になってるんじゃないですか、うん、確かに、はい、聞けないからね乗らないとバスに乗らないと聞けない、うん、そ、ね、こんな話前したぞ<の>中テレ祭りの時に <laughs> ラジオはいはい、うん もし CD があれれれば欲しい人い人ますか流流もの、うん、収録した CD があれば欲しいですか皆さんこの手法前もやったな <laughs> もし欲しいって方いたらあの CD 作ってもいいのかなどうしようかななんて思ってます私のほら歌も収録されてるしさみんな聴きたいでしょ <laughs> デビューシングルみたいに言わないでください <laughs> <laughs> もしね、欲しいよなんていう風に手挙げてくださったらもしかしたら CD としてお送りしちゃうかもしれないよ。欲しいって言うんだったらね、うん、みんな欲しいって言うんだったら、ね、いっ考えて言うんだけどね,そうね欲しいって言葉がないと多分作れないからん,なんで欲しいって言って <laughs> <laughs> お願いします。はい。欲しいって言ってください。<laughs> そして番組のホームページの応募フォームからもねメッセージ受け付けています。概要欄の URL からチェックしてみてください。番組の感想もお待ちしています。投稿はすべてひらがなで <laughs> ハッシュタグおゆら字でお願いします。番組公式 X、Q、Twitter のフォローもお待ちしています。それでは皆さん、さようなら。知り欲しいでしょ。 知っていってくれ